今、網戸の、交換をしています。で、このタイプのものが、まあ、こういった形でですね、網2メートル×、幅が91センチ、そういったものが販売されています。まず、周り、もともとはこういうふうなゴムの、枠があるんですけども、それをマイナスドライバーか何かで、突っ込んで、無理やりこう近づくでいいですか、こう引き剥がすような形で、こういうふうに取れます。で、その取った後をこういうふうに、またはめ込む。で、周りを、ハサミで切る。で、切るときに貼った時の内側を傷つけないように、面として残るところ、そこを傷つけないように、作業するのがいいんじゃないかなと思います。で、僕も家一人で住んでるんで、網戸を張り替えるときに、まあ、何かこういう重たいものでいいと思います。何か乗せて、やっぱりもともとこういうふうに巻いてるものなので、すぐにこう戻ってきちゃうんで、何か物で固定して、で、張り替えたら張り替えやすいです。先ほどの、続きですけども、押し込んでいくときに、結構、指の力いります。こういうふうに押しても、まあ、なかなか入んないです。で、金槌か何かをこういうふうな形で叩くんじゃなしに、この上に体重をかけるようにすればはまりやすくなるんでね、こうこれで結構ね、上と下と、まあ手前と奥と、まあ、ちょっと今画像だいぶ悪いんですけども、ピンとコンピューター、ちゃんと合わせて、どうかこういった形で結構ね、はめ込むの時間かかるんで、まあ、こういうふうな金槌とかをこうそこにこう押し当てるような形で自分の体重を乗せると、そうすればね、